最近ゴリラコーヒーが好きなジェントルメン。どうも、トミックです。今回のね、ビデオは、前に俺のビデオのサムネイルが使われてるよーっていうね、このビデオを出したんだけども、まあ、それについての、またちょっと、新たな情報というか、まあ、ビデオ。まあ、ほら、内容はさ、ほら、もう、わかるでしょ？もうサムネイルとタイトルでももうみんな 見に来てるわけじゃん。それだよ、それ。前の電話して、まあなんかこの、ワンシャカワンシャカしたやつなんだけども、コメントにね、まあ、ウームに言えばいいじゃんみたいな、あったんですけども、一応言いました。言ったはいいんだけども、まあ、それを対処するには、広告の出てるサイトの URL がなきゃ難しいんだって。とさで、なんか前に教えてもらったやつは、ね、全部そのアプリのなんかそういうアプリの広告だったから URL じゃないなと思って、違うなと思って、まあ、ちょっと難しかったんで、このアプリだとね、アプリは難しいんだよ。でその動画を出してから、このまとめサイトでネットサーフィンしてたら、あ、偶然まだ広告が貼ってたよっていうのを教えてもらって、その URL をもらってツイッターで見たんだけども、俺が出たのは何だろう、あのエロ漫画の広告みたいなが出てて、別にエロいやつを見てたわけじゃないんだけども、俺はなんかエロ漫画の広告が出てて、あ、これは人によってランダムに変わるやつかと。またちょっと次の日見たら、なんかヒゲ剃り違う、あの育毛剤だ、育毛剤のなんかあの広告になってたり、そういうのになってるんで、だからランダムなんだよ、すごい。そして今回なんとまた新しい報告をもらいました。ヒカキンさんの動画の広告に出ていたと。なんて日だって言いたくなるよ。まあ、これはね、完全にネタなんだけども、なんか正確に言うと別にヒカキンさんの動画に出てたというよりかは、実況してるアプリの広告についてたみたいな。それと思ったのが、なんかこれ、本当に放置しておくと、あ、なんかこれ、いろんな人に迷惑かかりそうだなと思って、で、ビデオ出したので、こう、ネットサーフィンをさ、こうみんなするじゃん。ネットサーフィンして、なんかそういう、またこの俺のね、この画像を見つけた際に、その URL をですね、教えていただきたい。このコメントでもいいし、Twitter でもいいし、お任せします。教えてほしい。本当だったらもう、今日は美味しいエビの、ビデオを出す予定だったんだけども、まあなんかね、こういうビデオになっちゃったということで、無断転載の広告がもういろんな YouTuber にも出てたよっていう、もうそれも面白いかなと思ったんだけども、ちょっとねよろしくはないかなと思って、早急に対処したいので、 URL を見つけたら教えてください。あとなんか俺 YouTube 見るときに、なんかなんだろうな、俺なんか Google Chrome 使ってるんだけど、なんか YouTube 見るときにサファリだと出るんだけど、クロームだと出なくて、だからなんかこうコメントとかでさ、なんかドラえもんのモノマネなんちゃらみたいなコメント書いてあるんだけど、俺わかんない。わざわざ俺ググったよ。ググって見ました、ドラえもんのモノマネのバクドラえもんです、トゥットゥドゥーみたいな。うん。別にうざくはないと思う。Thank you for watching this video. 最後までご視聴ありがとうございます。LINE スタンプもね、出たんで、下の動画概要欄に。あるよ。前回の動画はここパソコンでもスマホでもタッチできるから、前回の動画見たよーって人はね、その下の方におすすめのプ